さて、都会から岡山県の鏡野町に移住して豊かな自然の魅力を多くの人に伝えようと活動する夫婦がいます。その取り組みの一つとして夫婦はある意外なもののレンタル事業を始めようとしています。レンタルスペースとして整備しようとしている場所があっちにあるんです。そちらに向かっていこうと思います。雪の積もった山道を進むこと10分、たどり着いたのは、今回クラウドファウンディングで整備したいって言ってた部分が こちらになります。木しか見えませんけど。そうなんです。だから整備して木を買って地盤を整備して、およそ1ヘクタールの森を整備してキャンプなどができるプライベートスペースとして貸し出そうというのです。鏡野に自分のその秘密基地じゃないですけど、自分の居場所みたいなものを持っていただけたらなと思っていて、それで鏡野とちょっと緩くつながってもらって、鏡野というところを知ってほしいっていう。山林を所有する松岡さん夫婦は6年前大阪から鏡野町に移住してきました。妻が定期的に田舎に行きたいって言うので、それでじゃあもうこの機会に移住しようかっていう形でいろいろ探しました。放置されていたヒノキ林およそ13ヘクタールを格安で購入しました。移住前は大阪の製薬会社で働いていた夫の弘樹さん、サラリーマン生活から一転夫婦で林業の世界に飛び込みました。健康的な生活になりましたかね。充実した日々が過ごせているのかなと。松岡さん夫婦は森人と名乗って林業だけでなく自然ツアーのガイドも務めています。ここの山が好きになってもらったら鏡野も好きになってもらえるんじゃないかなっていう。自然豊かな鏡野町を好きになってもらうきっかけとして思いついたのが森のレンタル。現在クラウドファンディングでレンタルスペースを整備する資金を募っています。杉ヒノキを植えるのではなく、言えば広葉樹っていう自然の山に近い形にだんだん戻していきたいので、荒れた森を復活させて豊かな生態系を取り戻したいと話す松岡さん夫婦。森のレンタルを通じて人と森との接点ができて自然に興味を持つ人が増えれば夢の実現に近づくのではと考えています。山とかに入ってるとすごいそのいろんな生き物に出会うんですよ。そういう中に身を置いているとすごい自分が生きている実感をすごく感じるんですよ。なんていうか人間も自然の一部なんだなっていうことをすごく感じ始めていて、そういうことをなんか実感してもらえたらなっていうふうに思います。森の再生とともに交流人口や移住者の増加につながれば、松岡さん夫婦の鏡野町への思いが込められた森のレンタル事業です。このクラウドファンディングは4月まで、森のプライベートスペースは年内に整備が終わる予定だということです。で、完全会員制なんだそうで、3万円の支援で1年間1日1000円の準会員、そして6万円支援すれば1年間無料で利用できる正会員になれるということです。はい。